じゃあ、目黒区の自律神経救世主、原町接骨院、久松です。いつも動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。今回も、自律神経の症状やその他の症状でお悩みの方に、お役に立つ情報を提供いたします。今回はですね、前回の続き、頭痛に関してのお話なんですけども、前回は一時頭痛というものに対して説明しました。今回は二次性頭痛、というものに対して説明します。二次性頭痛、非常に怖いんですよ。それは何かっていうとね、二次性頭痛というのはですね、何かしら頭に疾患があった場合に引き起こされる頭痛なんですよ。どういったものなんでしょうか。まあ、結構あるんですけども、代表的な4つ説明します。まず1つ目、脳出血。そして2つ目、脳梗塞。これについての症状なんですけども、まあ、頭痛は当然としてですよ。頭痛にプラスしてあるものっていうのは、まず手足に力が入らない。そして手足が痺れる。そして言葉の羅列が回らない。そして片側の目が見えなくなったり、視野が狭くなったりする。などの症状があります。もしそういった症状がもし頭痛とともにあったなら、即もう医療機関、病院の方に行ってください。そして三つ目、くも膜下出血。これはですね、頭痛でも強烈な頭痛、頭が割れるほど痛い。また、吐き気、嘔吐、場合によって意識低下などが挙げられます。ですから、もう迷わず病院に行ってください。そして、四つ目なんですけれども、慢性硬膜下血腫。これあんまり聞いたことないかもしれないですけども、これはですね、どういうことかっていうと、頭部外傷後の頭痛なんですよ。頭を強く打った後の頭痛なんですけども、これは直後よりも後から出る頭痛です。意外とほっといたら怖いっちゃ怖いんでね、本当に、これも注意してもらいたいです。特に頭部をぶつけて、その時は何ともないんだけど、後になってきちゃったな、痛いなってなった時はもう、これを疑ってください。そしてですね、どういった症状出るか、意識低下、あとは言語障害、また高齢の方によってはもう認知症用の症状が出てしまうので、認知症だと片付けないで、本当に病院に行って、検査はしてもらってください。ということで、すごく怖い二次性頭痛。代表的な疾患、脳出血、脳梗塞、くも膜下出血、慢性硬膜血腫ということについて説明いたしました。ということでですね、もしね、そういった頭痛以外の症状あるようでしたら、しかるべく医療機関で、もうしっかり診察してもらってください。もう、その後私の分野ではありませんので、また、この中でそういった部分ではない、自律神経によるものとか、筋肉の緊張によるものとか、そういったものでしたら、もう私の範囲内ですから、そういった場合は、ぜひ私の力をお頼りください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。それでは二次性頭痛、十分気をつけてください。